無骨すぎるこんな無骨がお好きな方はチャンネル登録ボタンとグッドボタンをお願いしますということでこのチャプルホースでございます前回はねまあ、村中央をねなんとかまあ切り刻まれながらもなんか斧とか,とか釜とか色々飛んできたのを愛で受け止めつつもねなんとかあのー 教会に収納することがでできましたんでということで、まあ、アイテム回収からね、まあ、やっていって、まあ、この辺りとかね、本来は、まあ、あの、パパッとね、あのカットするべきなんでしょうけど、まあ、リアルをお届けしたいということで、ね、まあ、全部お見せしていこうというふうに思います。なんか、やっぱ若干ちょっと画像が荒いですね。一応、画面修正とかはしてからやろうかなと思って、 てるんですけどごめんなさいね。パソコンのスペックの問題なのか、なんだかちょっとわかんないんですけど、まあ、とりあえずえっとアイテム回収をしてまあ、チャプター1-1をクリアするところまでっていうのを今日ちょっと目標にやっていこうかなというふうに思ってます。なんだかんだね。バイオ4ボリュームすごいあるからね。まあ、チャプターによってはね。1。動画で収まるくらいのボリュームでいけたりもするんですけど、まあ、そうじゃない。パターンとかも結構あるんでね。まあ、早速ね。チャプター1に関してはね。うーん。 結構この村中央がどのくらいの戦いに収まるかっていうところが結構決着というかまあ時間がかかるかどうかっていう瀬戸際だったりしますからね。はい。まあ、ということでね、えっ、ー、と、相手、あれこの後になかったか、そうか。じゃあ、すいません。ダイナミックお邪魔します。タルデーッ。だこういう、なんか一個一個のその、なんだろうね。こんだけ人が生活しているのに、こう、 生活感ののある家っていいううが少ないしななしんだろうなこの人たちみんな雑魚寝でもしてんのかなね男も女も老若男女関係なく雑魚寝でもしてるのかな立派なお家ってここだけだもんね。まあ、村長の家は、ね、別であるけど、じゃあこの家に住んでたのは一体誰なんだろうねああ、お邪魔します。まあまあ。 あ,のあんまり突っ込みすぎるとね。だからちょっと村と呼ぶにはあまりにもこういろんなね、あれが、ちょっと生活感というか、新食を過ごすには微妙な作りになってる気もするけどね。そこまででもまあ再現しようと思ったら本当に大変なんだろうけどね。どっちかというと、バイオ RE2 とかさ、RE3 のさ、1998年の、あしまった。 1998年のさ、世界でさ、あんな地下帝国が出来上がってるってね、あんなもんリアル開示くらいしかできないっしょ、みたいな、そんなところもあったりするからね。よいしょ。よいしょ。オッケー。ああ、きったねースーツケースだよね。まあ、これはもうちょっとアイテムが溜まってきたら、綺麗に整えるっていうのをやっていこうかね。ふっ <laughs> <めん>。ふ <laughs> っ。こういう、みんな、今日、様的なのが苦手なんだろう、ね。なんでそれ苦手なったんだろうね。そ、その裏の背景とかあったら面白いのかもしれないけど。 っじゃあ、えっと、スピネルだっけちょっと小銭稼ぎ。チュピンスピあったね。おります。あと、アイテムが他、この裏とかもあんのかなんーと、あ,あ、ここあったね。あった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 ,あった,あった。うん、k、OK、で、ここ、登って。 まあ本来はね、ここに登ってね、5分か10分かなんかやり過ごしたら、金がリンゴンリンゴンになって終わりますっていうあれなんだけど、さすがにね、それは前回の実況の時にやったから、さすがにつまらないでしょうねって。まあ、ただあの、チェーンソーも出すことがなかったからね、あの実況見られた方、えーチェーンソー出さねえのか、つまんねえ、ウィン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 ,ウィンっていう方もいたかもしれないですけどね、すいません、僕チキンなんですよ。 チキンだから、無難なプレイしかできなくってね。どっちかっていうと、この、あの、僕の実況プレイは、こう、なんか、アクションを楽しむとかね、あの、ハラハラを楽しむっていうよりは、なんか、画面すらも見ずに、ラジオ感覚で聞いて、なんか、あの、ミッドナイトの、ミッドナイトの夜ってなんだね、真夜中の夜中、真夜中の夜中ってか、意味わからんな。<laughs> ね、まあ、ラジオ感覚で聞いてもらってね、まあ、ちょっと勉強の友だったりとか、もう夜まったり過ごすとか、雨のしたたるいい,いい夜をね、あの、もう、まったりとしっぽりと、シコシコしながら過ごすっていうね、まあ、そんなね、あの で使っだからもうあの、画面を見るというよりは、ただ単にね、垂れ流しながら見てもらうっていうのが、あの非,常非常にね、おすすめでございますんでね。うん、あ今すぐれ、ね、あの、動画を流しながら画面を閉じてね、あのゆっくりと、のんびりと聞いていただくといいのかなというふうに思います。ということで、さあ、早速、樽を壊します。後ろを振り返ります。進んでまいります。えー、なんか、農作業をやってます。違うな。お、お、えーな、なんて言ってるの農作業じゃないな。農作業はおかしいな。腕を打ちます。頭を打ちます。

牛に引っかかってる。牛に引っかかってる。うい <laughs> う。牛の上をパフンって飛んでったな。オッケー。他来てない大丈夫もう2体だけだっけそうだね。奥にもまだいっぱいいるんだけどね。とりあえず、来たら来たで。うん。これは、どうなんだろうな。乳牛なのかなそれとも、食べる牛なのかなどっちなんだろう。その違いっていうのがね、もう素人の私からするとどっちかっていうのはいまいちわからないんだよね。で、これがあれだよね。 死体といううの餌ななんだろうなあれまさかの牧畜が肉食化していくのマキ、まあそんなことはどうでもよくて、とりあえず柵の上をピョーンで、井戸を破壊します。こんなとこ、貞子もい,いたくはないわな。そもそも,そも水があっちゃ誰も井戸行きたくないよね。奥で農作業してるね。チャキッ。オッケーで、これを1個。とりあえず10個破壊しといての、の 今の銃声で聞こえねえのか。汗拭っちゃってさ。これでもなんでそのレオンがいたら、なんか発,発狂するとか発情するんだろうね。レオン、はーみたいなんなるんだろうね。ちょっと待って、全然切れてない。全然切れてない。あ、ち,ち,ちょ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 。ちょちょ。ちちょょ残酷にも残酷にもニワトリがチキン、胸肉になってる。シょった、おぉ。しょったまたはまたいいじゃないですか。えー、っと。あんだけ銃でパクパク撃ってたのにな。 ハメハメしてたのに、全然、来てくんない。登ります。オッケー。さあ、ふっと振り返りな。ニット帽が、あ、ニット帽の、ニット帽の吹っ飛び方よ。キャップとかさ、麦わら棒がバーン飛んでくるなわかるけど、ニット帽があんな飛び方するっていうのはなんか面白いよね。ということで、でーね。はい、登っといで。ギャングちゃんが相手にしてやっからさ。半玉。お釣りが来たね。チキッキ。はい、おいでおいで。 はい、おいでおいで。いていて、えちょちょ、くっそ。にやろ。あ、回復薬がねえな。くそ、まさかの飛び道具使ってきやがった、にやろ。オッケーそんなやつは、ねえあ、ちょっと落ちない落ちない落ちない。ほら、え、ちょっと、しぶと。あ、ま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 あ、け、結果、結果往来ということで、まあお、落ちられると一回行くかめんどくさいからね。くそ、<laughs> まさかの、まさかの、おので切り刻まれると思ってなかったけど、しまったな。 ちょっと無,駄な無駄な体力を削られちまった。まあいいや、結果的にあの体力を増やすきっかけになったんでね。ということで。あはめあれよいしょ、OK。3。俺がいまいち、その、いまだに15個の位置をちゃんと把握してないっていうあたりがね、もうただその、なんか、 あの無限武器を使って敵をあのもうとにかくドタドタドタ打ちまくってただただ快感に浸るっていうプレイをいつも過ごしてきてたからなんかこう舐め回すように丁寧に丁寧にあれはあんなところにあって敵の配置はここでこんなギミックがあってみたいなこととかっていうのをちゃんと見ながらプレイしたことっていうのは実はあんまりないっていうところなんですよねということで降りますお,お客様あこんなところで降りられないそれでも降ります 早く、早く、この場所から、逃げてよ、そういう私、新婚旅行なのよ、それでもおります。今のネタ分かる方は、かなりのマニアです。開けます。こいつら、自分たちが銃使わないのに、なんでこんな樽とかにいっぱい、あーゲームだからってことにしとこう。うんうん。そのおかげでレオンがね、あの暴れ散らかせるからね、ありがとうございます。 いつも,いつもあの村人の皆様の助かっております。本当にありがとうございます。箱ケイ。このワンちゃんはまた別なんだろうね。でも兄弟かなんかなのかなねめっちゃ走ってるけど。このワンちゃんはいくら攻撃したところで全くもってダメージを与えることができないからね。よいしょ。ここあと半分だね。よし、ケイ。あっ、何も出る。 何も出ねえのかよ。ちなみに皆さん、牛の部位だったら何が好きですか牛と、牛、牛、牛のどこが好きですか <laughs> 今さいや、ごめん、あの、牛とかってか <laughs> 牛とかって、牛だろそりゃ牛、牛肉っつってんだから、牛のね、部位で言ったらね、まあ、例えば、その、ハラミとかさ、カルビとかさ、タンとかさ、色々あるけどまあ、タンが好きっていう人も多かったりするよね。ちょっと全然当たんない。全然当たんない。ちょ、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 ちょあ、微妙にブレるんだよな。微妙に。 微妙にブレンダーなんだよな。僕はちなみに千枚が好きです。い,い、まさかのホルモン。そうなんですよ。ホルモン好きなんだよね。赤線とか千枚とか、あと、なんだっけ。えっと、 あ、蜂の巣とかね。ああなんかちょっとコリコリした歯ごたえのある系が好きなんですよね、うん。だから王道のその赤身肉系とかっていうよりは、そのサーロインだったりとかさ、イチボとかさ、そういう高級なところとかよりも、なんかコリコリとした、なんかジャ,ジャンクってわけじゃないけど、うん、そういうのが好きだったりするよね。で、あの、大阪人特有のあの嘘のネタとかあって、それ何かっていうと、まあ、大阪っていうか関西人って言った方がいいのかなあの、ホルモンってさ、もともとその部位全体のその内臓のこと、部位全体のこと 指すす言葉じゃないですかそれはもうあの英語とかでもホルモンって言い方をしてるから新しいんだけどちょっとっ全然全然 OK あオッケーそうって言い方するホルモンって言い方をするけどもともとはその関西だったらあみんながその赤身肉ばっか食べて内臓系なんか全然食べないからもう捨てるもんホルモンってあの関西の人たちとかが捨てるってこと「ホル」っていうからホルモンって言うからホルモンホルモン っていうね、言い方をしたりとかして。まあ、あのう、嘘なんですけど、まあ僕もね、かつてね、あの、幼い頃にそういう教えられ方をして、うん、嘘だろとかって思ってたけど、まあ実際は、あの、なんかそう、そういう覚えさせられ方をして、で、大人になってから改めて調べてみたら、ホルモンはホルモンじゃないっていうね、あの、嘘を言われて気づいたっていうね。<laughs> ああ、よかった。初めてプレイした時さ、ここで確か一回死んでんだよね、あの、 出てくるボタンが何かわからないからっていうので、ウェーってよいしょ。チキンどうやったらこんなとこに埋まんのよって話だよね。さーて、こいつらの持っているダイナマイツをぶちのめすことができるか、ぶち抜くことができるかなもうちょっと近づいた方がいいのかなうーん。お手手を打ちたい。お手手を打ちたいんだけど、あ、くそ、外した。気づけよ。飛んできてることに。ちょっと待って。 今なんかコウモリ撃ちなあじれった大丈夫いわめっちゃじれったいわあーもうじれったいわあくそえー、今のハットキャッチかよほっあダメだおーそうなんだよね攻撃を受けているじゃあ弾の装填をしている最中にねあれちょっと なんか、右におっさんが。右におっさん。あー、じゃあミスった。頭打ち抜いたところ手なのよ。オッケー。い、今ので死んだ。あれちゃう生きてんな。あれ爆風でおっさんだけ生きてんのかよ。くそ。あやばいばいばい、引っかかってる、引っかかって危ない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 ばい。対比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 違うな。左から投げてきてんな。左からルパン三世みたいなやつが投げてきてるな。今ので死んだ大丈夫 いやいや、大丈夫じゃないし。死んでくれてた方がいいんだけどこ。ブービートラ、トラバサミはね、カチャンってならないんだよね。よいしょ。あ、違う、生きてんな。ルパン。こいつルパンみたいだな、ほんとね。ふい。あー、ちょっと待ってよー。そんなバカな。はい。えー、っと、あ、くそー。もう、やべえな。 回復薬がね。あべべべべべべべ。オッケオッケオッケでこの中にまだ敵がいるゴンスから逃げるゴンスで投げてくるゴンス、振り返るゴンス。あそうじゃお前出てくんのかよ。あべべべべべべ。あやば,やばい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 ,やばいよいしよしよし。これでお前はお亡くなりだ、うん。これこそリアルな自滅ってやつですね。じゃあお邪魔します。 で、アイテム取って、向こう側にも修理。おーちょっと待って、いたのかよ、お前ちょっとお前、ダイナマイト持ってないや奴が禁止だべここにいるの。うわー。うわー、回復薬、マジでねえゴンスねうわー、ショック、今のダメージの暗らい方。アマチュアじゃねえかよ、もう、プレイヤー、プレプレイスタイルがさ。プレイスタイル違うな、プレイレベルだな。あー。あー 川の流れのように。チェキンシュ手裏断。さあ、戻ろう。お家入ります。外から接触。だからこれは逃げられないようにしてるってわけなんでね。まあ、相当荒れたやつだね。そう考えると、アシュリーを誘拐してから、このレオンたちが来るまでに、その、まあ、 寄生中に侵されるまでを、ど、どうやって過ごしてたんだろうね彼らは。寝ずになんか、生きてたのかな寄生虫中が24時間、こう、365日、休憩もなく働かされてました、みたいな。<noise> オッ OK、くるっと折り返って。あー、無理だな。お金だけいただきます。押します。中に入っていきます。もう遠慮なく開けます。 オッケー俺、縛りプレイが好きなんだけど、そこまでの M じゃないから、銃で撃つのはやめて、ニュン。RE4 に出てくるルイス、なんかすごい目がいっちゃってる、なんかもう本当に薬やってるやつみたいな見た目に変わってたよね。なんかそんな感じがしたけど、<laughs> まあまあ、それはいいとして。ね 急遽男同士の SM プレイが始まりましたけど、まあちょっとのプレイが一通り済んだんで解放してあげましょうっていうことですね。まあ、確かにタバコがあるかどうかって、こういう人たちからしたら重要なあれなんだろうね。うん。やばい。本当、なんで銃で撃たずに。 いきなり蹴りから入ったんだろうね。接近戦では足の方が速いとか。ただ、これに、これにさ、あの、構えずに腕だけ動かして反応する村長の身体能力の高さよ。なんだかんだポテンシャルが一番高かったのって、実は、あの、寄生虫化する前の村長だったんじゃねえ説があるよね。はい。ということでね、チャプター1の1が終わりましたんで、一旦この辺りで、ね、終了させていただきたいと思います。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援していただけたら嬉しいです。ということで、NEXT Chapter 1&2 お楽しみ。 ではまた、バイバイ。